海の上に白い入道雲が浮いていた。ねえ、船頭のおじさん、私ホームシックにならなかったんだよ。すごいでしょ。僕、見かけない顔だね。どこんちの子かな。小学生が一人で観光に来るわけはないし。僕、お母さんが臨月だから8月の間だけおじちゃん家に預けられることになったんだ。一人でここまで来たの？ううん、潮立てまではお父さんの車で来たんだ。でもお父さん、今日中に東京まで帰らなきゃいけないから、さっき潮立ての港でさよならしてきたんだ。一人で船に乗るのはちょっと心細いかもね。うん。ねえ、お姉ちゃんも一人でここまで来たの？え？あたし、今年の春から東京の高校に通ってんだ。あっちで下宿してるの。だから、もう一人は慣れっこなの。安子ちゃん、海の町見えてきたよ。お姉ちゃんね、あの町で生まれ育ったんだ。おーい、愛しの海の町よ、安子が帰ってきたぞ。降りてくださいね。ボクくん、ご苦労様。やっと着いたね。こんにちは、おじちゃん、おばちゃん。これ、うちのたけしとしげる。もう何年も会ってねえから覚えてないだろう。お姉ちゃん、こっちこっち。ねえ、君何年生なの？僕は3年生だけど。俺5年生。なんだ、やっぱり僕が一番下か。というわけで、3人とも1ヶ月間仲良くするのよ。おーい、みんな、撮るよ。はい、チーズ。
今日からここが僕くんの部屋よ。なんでか不思議なところだね。ごめんね、おばちゃんち民宿やってるからいろんなものが置いてあって、でもここの部屋はね、一番いい風が入ってくるところなの。あと食堂でご飯を作ってるとその匂いもね。なんだかお腹が空きそうだね。じゃあもうすぐ晩ご飯にしてあげるから、ちょっとだけうちの周りでも探検してきたら。うん、ありがとうおばちゃん。でもあんまり遅くなったから海で泳いだり山の中へ入って行っちゃダメよ。おばちゃん、僕くんのお母さんに危ないことはさせませんって約束したんだから。
ボク君、今日はたくさん乗り物に乗って疲れたでしょ。うん。晩ご飯もうちょっとでできるからね。うん。ねえおばちゃん、ここ海の上なんだね。そうよ。びっくりした？ちょっぴり。食事はいつもこの海の家で食べるのよ。いいだろ。冬はちょっくら寒すぎるけどよ。台風来た時なんかすごいんだよ。ねえお兄ちゃん。まあな。よっしゃ、じゃあいただきます。いただきます。来ます。ああ、食った食った。なあボクちゃん、おじちゃんが1日100円で宿題やってやろうか。もうまた変なこと。父ちゃんすごいんだよ。お兄ちゃんの算数のドリル全部間違ってんだから。朝飯前や。クソ親父が。まあまあ。ところでボク君、夏休みの自由研究は何にするの？うちの前の道路の交通量の調査。あ？何それ？毎朝30分何台通るか数えるんだ。お前インテリだな。ここじゃその研究無理だよ。なんで？田舎だから。走ってないよ車なんて。まあこの辺で簡単にやれるのって言ったら昆虫採集くらいかな。そうなんだ。交通量なんて嘘書いたってバレねえだろ。まあ父ちゃんたら。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。ボク君、疲れてたら今日は早めにお休みなさいしましょう。あんまり夜遅くまで起きてると朝のラジオ体操寝坊しちゃうぞ。うん、そうだね。
お前、人の部屋に勝手に入ってくんなよ。え、ごめんなさい。いいんじゃないの、一月いるんだろ、バリア張っても無理無理。でもあまり大きな顔すんじゃないよ。顔が大きいのは生まれつきらしいんだけど。なあ、ところで昆虫採集セットもう見た？え、何のこと？僕ちゃんの机の上に昆虫採集セットを置いてきたんだけど、俺もう使ってないから貸してあげるよ。え、本当？ありがとう。まあ何か困ったことがあったらまずは俺に相談しろってことかな。うん、分かったよ。自由研究、僕たちは朝顔を育ててるんだ。へえ、そうなんだ。種をまいたのはここの窓のすぐ下なんだけど。そうだ、僕ちゃんも一緒に競争する？え、どういうこと？お兄ちゃんと僕でどっちが早く咲かせるか競争してるんだ。左側のがお兄ちゃんで真ん中が僕で、右端が僕ちゃんっていうのはどう？毎日水をやればいいってこと？そう、大正解。なんだか面白そうな話だね。おや、カメラマンが登場だぜ。この人サイモンって言うんだ。ずっとうちの2階に泊まってるんだけど。じゃあサイモン、朝顔が咲いてる間だけ毎日1枚朝顔の写真を撮ってあげるよ。大切に育てればそれだけたくさん写真がもらえるってこと？それはやりがいがあるじゃん。楽しみにしててね。昆虫採集セット気に入ってもらえるといいんだけど。昆虫採集セット気に入ってもらえるといいんだけど。
こんばんは。こんばんは。ここいい風が入ってくるでしょう。特等席だよ。うん、そうだね。サイモンは夜静かにしているのが一番好き。二番目は？なんだろう。好きな人と話してる時かな。さあ、ボクくん、絵日記書いて、おやすみなさいしましょう。うん。おばちゃん、おやすみなさい。ほら、ボクちゃん、そこの釣り竿貸してやるから持ってきな。これ使っていいの？当たり前よ。ありがとう、おじちゃん。
あれ？さっ。この木って。